こんにちは、ミニマリストの N です。今日はフランクリンプランナーのパーセルが届きましたので開封していきたいと思います。では日本の公式ショップから届きました。まあ、中身ですね、アクセサリーで、あ、これも欲しい、あれも欲しいと、これも欲しい、これも欲しいと考えてまた買いました。クッション入ってますね。あんまりないな結構な費用だったんですけど、あんまりないです。まずはバインダーですね。持ち運びの20ミリのリングなので全てが入りませんので、こちらに入らない分を入れておきます。エンジのホルダーもあるんですけれども、特別仕様のこちらにしました。見えますか、こんな感じで、このこれは使わないね、この、綿棒をここに貼って、で毎年管理するというものです。綺麗な花柄です。もうこのシリーズがあのブルーに合うかなと思って内側にあの買いました。紙製ですね。でもしっかりいっぱい入りますね。手で開けるのかな、手で開けるやつですね。はい、次にですね、ページディバイダーですね。わかりますか。で開けてみよう。よいしょ。今モーター音がうるさいんですけど、あの洗濯乾燥機をかけているのですみません、ちょっとうるさいかもしれないです。関係ないですけど、私全自動にしてます。またそれもレビューします。もう洗濯物を干さないと決めたんです畳まない、干さないという。でこれがページファインダーですね。下敷きにもなります。ページファインダーとして下敷きとして、覗き見防止シートとしてページリフターとしてご利用いただけますと言いますね。1枚か、1枚セット1枚だったんですね。あ、じゃあ1枚なんだ、高い私2枚セットだと思った。1枚なんですね、しょうがないね。高級品ですね、本当に。例えば、こうやって、見えます?パカッ、パカッと、よいしょ、よいしょ、よいしょ。あら、綺麗!こんな風にして、ページファインダー、ここに、パッ、入れていただきますね。覗き目防止にもなりますね、字書いていたら。綺麗ですね。あとはこれもそうですね、これもしおりみたいな感じでページファインダーになりますね。綺麗に開けられない。表はツルツルしてるんですけど、裏はプリントだからザラザラして
光の加減で分かりますかね。これも同じく、例えば、まあ、こんな感じで、こんな感じで、こうなってるので、そのまま上からパカッと、よしよしよし、はめられます。こんな感じですね。ページフリー、今、週刊コンパス、よいしょ、週刊コンパスっていうのもあるんですけど、それと同じ仕様ですね。なんか似てます。まあ同じですよね。週刊コンパスと同じ。でも花柄の方がモチベーション上がりますね。でもこれはここに挟んでおけるので、これはこれで毎日のデイリーの方に挟むのにいいと思います。次、よいしょ、あ、ノートを買いましたね。美しいですね。ボタニカシリーズって言うんですね、このシリーズは。ライン入りのノートです。これじゃなくてもいいんですけどね。パンチを買ったので、普通の紙、 A4 の紙をにパンチで穴開ければノートにもメモ帳にも何でもなるんですけど、これ一度買ってみたかったのでって感じですね。こういう四方の側面にプリントがしてあって、透かしも入ってますね。透かしというか、薄いプリントですね。透かしではないですね。美しいですね。なんかホメリストとかそういうの、なんか特別のことを書きたいですね。50枚入っているので、結構ありまして、でもこれも結構高かったわ。よいしょ、入れるのやめよう。例えばこんな感じですね。よいしょ、あら素敵、こんな感じになりますね。あら素敵、あら素敵なんかいいことばっかり書きたいですよね。まあ綺麗綺麗、お花大好きです。なんか花柄の服ってあんまり着ないんですけど、こういう小物で花があるといいですよね。私も地味な色ばっかり着てるんですよ、こんな風に。すごく映えるので好きですね。はい、次です。次はこれも花シリーズです。これも綺麗ですよね。プラナーラブっていうシリーズのディバイダーですね。でもこんだけ生えてるっていうやつね。よいしょ、これが、なるほど、なんだ、あ、逆だ。フェイバリットデイ、フェイバリットデイ、なんかトラベルオーガナイズ、なんかいろいろやること、ビューズってあれだね、費用とかですね。ミーティングス、ゴールス、メモリーズ、ジャーナル、コンタクツ、ブースデイズ、ビケーション、トラディション、イベント、いろいろあります。トゥドゥ、あ、これもある。いっぱいあるな。ジャーナル、フェブリー、あー、月の名前も入ってるの。ステッカーですよね。月の名前も、2つずつか。トゥドゥ、これをこういうところに貼るっていうのですね。紙だね、紙ですね。だから高山さんがラミネートしたとか言って YouTube に言ってましたね。紙なんですよ。だから気をつけないとですね。綺麗な絵、ファブルマス、
綺麗ですね。綺麗ですね。綺麗綺麗。デスティセブ。綺麗ですね。ママ大好きです。綺麗ですね。本当美しいですね。この柄のアメリカのフランクリンサイトにこの柄のバインダーがあったんですよ。合皮なんですけど、オリジナルサイズもあって買おうかなと思ってます。もうね、買い物カゴに入ってます。あのオンラインの買おうかもしれませんね。そのうち買ったら報告しますね。もう多分買うな、わかんないけどこれ綺麗だなと思いました。なんかね、モノトーンモノトーンというかベージュの多い私がこういうの持ってるとすごく自分上がるんですよ。いいなと思って。 How sweet it is to be loved by you。 あなたに愛されて嬉しいわみたいな。 It's a beautiful life だすって。上がりますよね。綺麗ですよね。もうお花大好きです。これも綺麗だわ。ラブネいいですね。ラミネートしたいわ本当に。というこ、あ、まだあった。よし、で次が最後ですね。で最後が、あ、フォールアウトイヤーカレンダー、年間スケジュールですね。これ実は自分で買ったんだな。作ったんですけど買ってましたね。前お見せしたあのカレンダー自分でプリントして貼ってましたけど、あらフランクリンにも買ってしまったわ。ちょっと見てみましょう。綺麗に撮れないです。長いです。A4 2.5 倍って感じですね、長さが。あ、でこちらはバーティカルになってるね。ちゃんと補強もしてますね。こことここ見えます、光の加減で。こっちはしてないですね。なるほどなるほど、なるほどなるほど。ガントチャートみたいにねできるんですよね。プロジェクトがあったらこうしようこうしようみたいな。これも使っていこうと思います。ということで、よいしょ、いろいろ買ってみました。いろいろ買ってみました。お花シリーズです。これが無地なので、まあ、お花シリーズも中をパッと開けるとお花が綺麗に入るかなといったところですね。ではまた手帳ブーツなどを揃えてしまいましたら紹介します。またあの使い方とか使って、どういう変化があったとか、そういうことも